疑いで逮捕されたのは千葉県市川市に住む自営業の中野克則容疑者です。中野容疑者は今日午前7時半ごろ、京成電鉄の踏切にある遮断機の棒をノコギリで切断した疑いが持たれています。だいたいここの白線にかかるぐらい、ちょうど車が通れるぐらいのところを切断して切ってっていう感じですね。京成電鉄は近くの駅で起きた人身事故の影響で運転を見合わせていて、遮断機がなかなか開かない状態が続いていたということです。中野容疑者は取り調べに対し、仕事があるのに渋滞しており腹が立ちやってしまったと容疑を認めているということです。今朝沖縄県北谷町のアパートで